been on one. I can see it in your eyes, you were feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie? このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし宣教とは一体。うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼を使うとか。ああ、夜鷹の狼をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。
そうは思わぬか。のう、赤炉よ。あなた。して、そのお主が何を知りたい？巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに？千宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。酒を。ああ、気が利くな。どれ？良い酒じゃ。勝ち戦の時はこうして飲んだものよ。芦名州の皆でな。国取り戦の芦名州。国取りか。取られたものを取り返したまでよ。それは。もともとこの芦名は我ら芦名州が暮らす地じゃった。源から流れいずる水、それをこよなく愛する民じゃ。ゆえに酒もうまいじゃが、我らは痛む、そして弱い民じゃった。当然に蹂躙され、服従を強いられた。ずっと長い年月な、源の水を祀ることすら許されぬ。そのざまではうまい酒を飲んでも誠には酔えぬ。だが世が乱れた。ああ、日の元の乱れが、この人死に耐えぬ戦の炎が、ひとたびは好機となり、国取りを果たした。だが、今は死地にある。ねえ、皮肉なことよ。行くか、赤炉。不死立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えば、その渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば破れるぞ。Thank you.
埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り、先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。行意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。花とは？まずはこれを。これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど、ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに？城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちら。これは源の香を求めた者が記した書物か。はい。好奇を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。芦名の底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体？わかりません。確かによくわからぬ。思い当たる場所がないか探ってくれるか。は、巫女様、これを。その鈴、見覚えがあるぞ。平田でのことを、あの世のことを思い出す。すまぬ狼、せっかく持ってきてくれたが、私にはもう必要のないものだ。城下にそのようないわくつきのものを納めるあれ寺があるそうだ。エマ殿もよく訪ねている寺だ。狼よ、鈴を持って行き供養してくれるか。わかりました。あれ寺の仏に備えてまいります。
そういえば、そこにある人の形が書いてある扉じゃが、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか司祭は分からぬが、忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して共に伏し立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。この氷弾、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この氷炭の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クスシとしての助けとは。氷炭の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は氷炭の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。分かった。ではまた。時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。じゃあな、旦那。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。
しい。フクロウのせがれか。今は幾年だ。何をおかしな。教えてくれ。流線詣の年であろう。流線詣、三年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。何があった。賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。鯉の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。お主よ、我は鯉になりたいのじゃ。長い時を育ちと共にある大きな鯉、老いぼれぬ鯉にの。今度は鱗持っておいでや。
おい。お主、確か忍びよな。であれば、お堂の忍びよの奴らを、頭蓋を叩き割って頼む。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。もし、若様の忍びじゃな。ああ、肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。な、誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。
よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子、お願いです。忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。
上。お前か。不覚を取った。このわしも置いたものが。手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命落としてお守りするのじゃ。うん。父上。
のせがれか。わしは恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止め殿、止め殿。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。やろうか、せがれ殿。お嬢殿、何故。さて、惑わば死ぬぞ、せがれ殿。
腕を上げたね、オオカミ。我が血と共に生きてくれ。